ゴッド三姉妹。さあ始まりました。はい。いやー。4戦目ですね、はい、4戦目ですね、はいはい、まあその辺の説明は後ほどということで、まずはですね、はい、張り切って自己紹介の方をしていきたいと思います。はい、長女のサーミオリです。よろしくお願いいたします。はい、次女の正重ゆうきです。よろしくお願いします。三女の橘里乃です。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、パチスロ実践術 DVD そしてラッシュの方でですね4回連続でゴッド三姉妹お届けしておりますけれども、はい、今日がですね第4戦目となりまして、まあ、4戦通して一番サマイそしてシャベポイントの高かった人が優勝、はいはいはい、優勝者にはご褒美がございますというゴッド三姉妹でございます。すごい今日なんかご機嫌だな。だって勝てるもん私。そうですよね。だって私勝てるから。はい。そうですね。はい、ということでですね。はい、前回までの、ポイントの方発表していきたいと思います。はい。私が7824ポイントプラス。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 で、まさしげちゃんが、はい。はい。はい。2404ポイントプラス。プラス。はい。りずちゃんが3331。ポイントプラスでございます、はい、でございます、はい、プラスなのすごいね。全員プラスですね。そうよ、みんなプラス、まあ、シャメポイントがね入ってっからね。毎回あの25人の方に採点していただいてるので、うん、1人、100ポイントとして2500ポイント分が毎回加算されてるっていうのもあるんですが、うん、まあ、それにしてもプラスですね、はい、うん、そうですね、はい、で、まあ、この今言ったポイントがですね前回の実践終えてまでのなので、はい、うん、シャメポイント分はまだ加算されておりません。はい、分かりましたか。はい、はい、せーの、ドン。はい、はい、私は普通にゴッドゾロイの、私もゴッドテンパイのほら、あ、テンパイのテンパイの写真です。私もゴッド揃ったところ、うん、私ゴッドテンパイしないしな い, しないもうこれしかないんですよね、写真が、うん、本当に何も起きなくて全部いいのだったって、うん、ごめんなさいね、圧倒的ごめんなさいね、はい、はい、なんと私9524ポイント、そしてまさしげちゃんが2604ポイント、はい、りのちゃん3931ポイントと、はい、いうことでですね、はい、いやもうこれダブルスコアどころじゃないですよ、ね、ちょっとね、2対1になってもう負けてるからね。そうよ、どうします、どうします、これもうこのサムネには私負けて2人勝つしかないかなって。そうですね、かもうマンマイクラスの出玉を出す、うん、はい、そうですね、しかしかも、うん、取り切りじゃないから早い時間に行ってね、すごい大変だな、うん、なんでまあ早めに確定役なんぞをね、なんぞね、お二人には引いていただいて私はちょろっとプラスにできたらいいななんて思ってるんですけど、うん、できればマイナスにしていただきたいなっていう感じありますけどね。じゃないとちょっと追いつけないから、いやよ、勝つよ、いやよ、いやよ、いやよ、たまにはいいじゃん、いやよ、なんなの、でもほら前回さ、あのエンディングの時になんかね、二人がやんややんや言うから、言えた、やんややんや言うからさ、私が勝ったら焼肉おごるよみたいな話にね、はい、したね、なってたじゃないですか。ちょっと落ち着きましたもんね、それで、まあだったらみたいな。そうね、私今回、はい、今9524ポイントあるわけよ、はい、はい、あるわけよね、これ1万ポイント超えたらね、うん、はい、ちょっと私ね、もうちょっといいご褒美しようかなって思うの。え、なに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 、ご褒美ぶちらけ、ご褒美っていうか、ご褒美、ご褒美っていうか、まあ私がご褒美をいただくんだけど、はい、まあ可愛い妹たちのためにね、なんていい長女、もうちょっといいのを、ね、うん、用意しようかなって、って思ってるから、頑張ってたじゃない、趣旨変わってるから、あんまりこう、なんだろう、なんかいがみ合わないで、みんなそれぞれ、みんな頑張ろうみたいな、みんなそれぞれたくさん出そうよって、そうですね、思ってます、そうですね、はい、じゃあそれで、ご褒美もらえるように頑張ってもらおう、頑張ります、これで平和になりました、はい、ということで早速実践の方行ってみたいと思います。頑張ります、頑張ります。はい、私はですね、
ハーデスからスタートいたします。前日479ゲームの台ですけれども、以前ね一回ここのお店来たことあるんですけど、ちょっとねリセット状況をあんまり覚えていなくてですね、ゴッド引いたことは覚えてるんですが、ちょっとリセットかかってたかどうかっていうのをね忘れてしまったもんで、一応まあ、まさしげちゃんの代が凱旋666前日で、りのちゃんの代も500前半ぐらいかで、まあその次に、ハマってる、まあハマりってほどでもないですけど、ゲーム数479ゲーム、まあこれが3番目に、ハマっている代でしたので、とりあえずここからスタートいたします。はい、はい、それでは次女のまさしげはいつも通りですね、凱旋から実戦スタートです。そうですね、もう最後、今日が最後なので、もうとりあえず出すしか、早めに当てて、出しっぱみたいなね、ちょっと状況にするしかないんですけど、私最下位なんで今のところね。まあ、ただみんなで楽しくやれたらなと、ご褒美が欲しいっていうこと。じゃあ、いやそれもあるけどまあそうですね、最後またいつも、なんやろ、いつも通りというかお祭りみたいなね、あのみんなで弾いてみんなダンスでみたいな、そういうようなね展開になったらいいなと。とりあえず出します、頑張ります。はい、それでは三女立花梨乃はいつも通りハーデスを打っていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとあの長女に追いつくには万枚を目指さないといけなくなってしまったので、朝は目指しますが、お昼ぐらいにはもう勝負つくと思うので、それ以降は、長女を応援したいと思います。応援、応援っていうか、もうほとんど何かダイナミックなことが起きない限りは長女はこのまま勝つと思うので、そうなった場合は次女正成さんと一緒におねだり作戦回りたいと思います。まあ私今9524ポイント持っている状態ですので、まあ減らさないようにですね、まあ、1万ポイント目指して頑張っていこうかなと思います。まあ、つまりはプラス収支必須、うん、まあ、400、まあ、500枚でもプラスになれば1万ポイント到達するんで、はい、そこを目指そうかなと思ってます。なんで刺されました今、急だね、突然ね突然すぎて顔をやっずっともつは確かに良かったとは思うんですけど、早いわ、おめでとう、ありがとう頑張りますはい、82ゲーム、年4戦ですいやでも本当突然でしたね。よし、行きます。黒い、なんかもう打ち始めから、一応この台、前日最終が666で一番ハマってた台だったんですけど、だからまあね、リセットかけてなくてもいいし、かかってた、まあ、かかってるだろうなみたいな感じだったんですけど、まあ、かかってるだろうなと思って打ってたんですけど、いやちょっと急すぎていきなりでかくなったんで、あ、なんか引いたフェイクと思ったら当たってましたね
あら、ブルゾン広角にいましたね。96ゲーム、チャンス目からかな、中断リプレイからか。投資が5000円です。エルゾン黄色、ダメだね。はい、お疲れ様でした。はい、250枚。最終ゲーム、あのテンパイしなかったんで、もうワンセット出てきますね。とりあえずまだいますね。はい、ありがとうございます。2セット目です。8ゲーム、今日は正重さん朝から嬉しそうです。よかったです。まあちょっとね、切れてるしげちゃんもな、たまには見たいんですけどね。ポセイドの時から見てないからな、まあ、切れてるの。また可愛いのよね、しげちゃんが怒ったところで、ね、静かに怒る時もあれば、なんだよもうもういい歌えっていう時もあれば、でも打ってるっすよね。かわいい、かわいいのよ。りのちゃんと私はね、もうあからさまに切れますけどねめっちゃプリプリするけど、しーちゃんはかわいい、切れてもかわいい。はい、461枚少ないですね。中途半端に少ないですね。せっかく2セットあったのに。はい、300ゲームを超えましたが、どうでしょう、どうでしょう。それはヘルゾン広角にいると思う。上位モードっていうだけか。ちょっと待ってね、もう一回鎖来よう。そしたら認めよう、据え置きだと。うわぁ、なんでしょう、この嬉しいような悲しいような。
ということは当たるまで続行ですね。なんとも言えないですけど。そうだ、メガミックス、メガミックスプラスのボリューム2で、なんか最後の最後の方のページで、ここ2年ぐらい、あ、3年 2,3 年かの、DVD コンテンツの収支を全部計算したんですって。で、そのね、結果がなんと私スロ術、そしてパチスロ必勝ガイド、おっと減るぞ、なんて時に322ゲーム、そんでね、メガミックスの、最後のページの方に誰が一番 DVD で出してるかっていうのをっていう企画があったんですけどね、なんとパチスロ必勝ガイド、パチスロ実践術、全ライターとして1位でした。すごくないですか。正直かなりびっくりしましたね。いや、むしろ結構負けてるだろうと思ってたんですけど、何万枚だっけな、2万6000枚ぐらいプラスだったのかな、 DVD だけで、紙面は別。そう、1位だったんですよ私、超びっくり本当に。だって今年のね、頭に結構、ゴッド系の企画あって、で10万近く負けたこともあったし、ね、この前ゴッド三姉妹で行ったDVD ボックスの合宿のね企画があったんですけど、まあ、そこでも私 4,5,000枚負けてるし、なのによ、なのになんと1位、びっくりだよね。っていうのも、まあ、ハーデスでの万枚が2回あったのもあるんですけど、多分それのおかげだからね、ハーデス様様なんです。はい、本当にハーデス様様なんですよ。っていうすごい長い話の長い話しといて、ただ普通にハーデスに感謝するっていう、はい、そんなお話でございました。はい、400ゲーム、末な気がしてますけどね。タイミングじゃないです。まあそうなりますよね。そうだよね。刺した形になりました、はい、天井には行かず、でも多分数だと思うんだよな。投資が17本です。頑張ります。
しゃぼめ。オケアノス。さあ移動先を考えねば。はい、60ゲーム駆け抜けました。172枚。はい、30回して移動予定。よし、オッケー。さあ移動先どうしましょう。ミロちゃんの台スエかな。スエ。Yes. だよね。 Yes, of course. スエ、OK. そうだよね。 Yes. ってなると打てる台ないじゃん。ハーデス。そうですね。あの448ぐらいですかね。そうなんです。オッケー。そうなんだよね。対戦しげちゃん当たり早かったから、外戦リセットハーネス据え置きパターンもありえますからね。はい、それでは移動してまいりました。外戦のですね、前日ゼロゲームやめ、つまり、GG 中に閉店したのかなという予想をいたしまして、この台にしました。まあ、ハーデスがちょっと私の台もリノちゃんの台も据え置きの可能性が高いということなんで、ちょっと今は打てそうにありませんので、まあ残った台の中ではこれが一番いいのかなと、はい、思います。あまり台もないですし。リープさん止めてしまった。いや、おう来ましたよ。イエス。リープ4、次リープ5。リープ5はない。あー惜しい。惜しいね。はい、50ゲーム G スタップ早い。リップ3、リップ 4か。あ、そうなんだ。行く、いきます。いやシャッシャッ。4分の1。4分の1。おぉ、うまいね。1ゲーム目です。1ゲーム目。はい、どうも、写真を撮ります。ありがとうございます。ごめんね。どうぞどうぞ。早いですね。追加投資ないんですよ。持ちメダルで当たりました。頑張れ。頑張る。イエーイ。姿勢がいい。イエーイ。一個乗せよ。一個はひどいね。ラスト。お疲れ様です。以上です。はい、
追加ドンスです。2枚目。私もちょっと赤だな。赤だなは。まあ引きたいような、引きたくないような、そんな気持ちですけど、なんか引きたいですね。ごくごく普通の GG でした。336枚終了でございます。前日やめゲーム数が0ゲーム、つまりリセットかかっているだろうと思って打ち出した台ですので、もう当たった限りは仕事終わりです。お疲れ様です。この台の仕事は終わりです。で、次どうしましょうね。困っちゃったな。ハーデスの前日2、300ゲームのヘルゾーン狙い。そんぐらいしか思い浮かばないですね。やめまーす。行き先は決まってません。三女大丈夫ですかね。当日900で前日500超えてたんで、あとちょっと頑張って。どうしたらいいんだこれは。むやみに打つしかないよ。凱旋の前日320、何もうまみないっすねか。この前日181ゲームのハーデス200ちょい回してヘルゾーン、いやー辛いわー、そんなん辛い。いやでもこれあれか、昨日当たりなしなんだ。昨日当たりなしの計算してみましょうかね。前々日のやめゲーム数が多分113ゲームで、昨日181だから294、100ゲームちょっと回してみますかね。ね、よよい腰だったら100ゲームちょいで400ゲーム超えるんで、とりあえずよ。ずっとはやってないわよ。とりあえずよ。はい、それではですね、3代目、早くも3代目になります。ちょっと今のところまだあまり台も他の台も動いてないということでですね、よい腰のヘルゾーンを目指して、頑張っていきたいと思います。ね、別に上がんないこともないんですけどね、なかなか。なんで朝一はあんなに簡単に当たってくれたんだろうってくらい今はね難しいですね。まあいつもこんな感じなんですけど、1065、何も煽れないんですけど、すごい怖いんですけど。なんか矢が刺さったりとか。大丈夫？
強気だよね。あれ？505なんです。ペナですかね。ペナペナ。うん、あと2、3ゲーム。ここか。ここか。ここか。それだそれだ。そこだ。あ、そこだ。よかった。よかったです。そこだそこだ。おお、びっくりした。ちゃんと据え置きでした。怖い怖い怖い。1099ゲーム、うん、強気天井でございます。到達。快進撃期待しております。ありがとうございます。ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。深いな。総投手が43本なので目標は500ゲームでございます。いけます。お久しぶりです。お久しぶりです。やってきます。ちょっと取り忘れちゃうんで先に取ります。行ってみたいと思います。今日の一発目の当たりですから頑張ります。回せなかったけど200で終わると思ってたんでよかったです。これは頑張ります。ささっとってほしい。 V とか。はい、いただきました。右上がり中段右上がりかな。はい、637ゲーム、佐藤氏が2万円ですね。はい、白い。次は、300枚目指して頑張ります。あれ？
の連続からですね、ジソップ。最近あの大仏でね、V めちゃくちゃ揃えまくってたんで、はい、頑張ります。自分の代でもお願い。1枚鏡3ないわ。2枚、お願いします。鏡鏡で鏡。あ、嘘でしょ、一番ダメなやつやん。お願い。あ、うまい。とりあえずここまではうまいんですけど、ここからね、なんかもう、はい、なんでよ。え、怖い怖い怖い、なんかもう怖いけ。よし、やりました、やりました、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあここで撮っていいですか。今日一の、あの3が揃っちゃったら今日一の見せ場じゃなくなるんで、ここで撮っときます。よし、いきます。V!V だー、やったー。いつも S やけど V でした。やったー、嬉しい。はぁ、もうなんか噛み締めたくて話すのがもったいない。はい、ありがとうございます。何ゲームだったっけな、294ゲームだから、あとちょっと、あと10ゲームでいよいよ400ですね。いよいよ400ってなんだい。外れると、歌ってるか、遅れてますね。うん、7ハサミ普通に当たってた。激アツ、一応取っとこうかな。激アツってほど激アツじゃないんですけどね、通常あたりでございます。では、いきます。やーやーやー、101ゲーム。まさかの早い当たりをいただきました。なんかね、7ケツ転売とか、あの7を奇数で挟むとか V 挟むとか、そういうなんか出目がねちょろちょろ出てたんですけど、まさかこんなにね早く当たるとは思わなかったです。はい、追加投資ございません。ほぼ全員一緒に当たりましたね。さあどうなるでしょうか、こっから。あ、メダルがない。こっからどうなるでしょうか。まあ私が突っ走りますけどね、私はプラス収支になるかどうかの戦いです。はい、プラスになればおのずと優勝。はい、平均70ゲームスタート。
デジャブじゃなかった。あ、びっくりした。あ、ここがデジャブね。これが銃乗ってのデジャブね。乗るね。おー、いいね。はい、70ゲーム。はい、100ゲーム。ダンダンダン。よし、130ゲーム。おお、あ、これ押すの。青だよ、青。全然継続率高くないのに。ああ、何ゲーム途中まで数えてた。160190。ああ、ありがとうございますすいません190ゲーム取った。次だったよ、ランプ。すごくない？終了。はい、402ゲーム、1074枚。ちょいと少ないですが、ここでご報告が、前半戦終了だそうです。で、もう一個ご報告ありまして、私プラス収支になりました。プラス域突入でございます。ただ今日の目標はですね、4戦合わせてプラス1万ポイント、まだそこまで到達していないので、後半戦は、さらに出玉を伸ばしていければなと思います。お疲れ様です。33枚です。はい、ということでここで前半戦が終了です。一応ね、プランスまでは持っていけたんですが、私はまだまだ足りないので、この後も、はい、いっぱい出したいと思います。頑張ります。はい、 AT 中ではありますが、前半戦終了の時間がやってまいりました。そうですね、暫定1位の澤選手が隣で結構出してるのを見てるので、あと残りゲーム数100ゲームちょっとなんですけど、後半戦でなんとか伸ばせたらなと思っております。後半戦もお楽しみに。